演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ジョージアロースタディーブレンドとジョージアアメリカのラテエスプレッソを飲み比べたいと思います。多分こっちがブラックコーヒーでこっちがラテですね。どんな感じなんだろう。こっちはちょっと中身が見えませんが、まずはブラックコーヒーの方から飲みたいと思います。どんな深い苦味があるのかな。では飲んでみます。味なんですけど、こちらジョージアロースタリーブレンドはブラックなんですけど、そこまでどぎつく苦さはなかったですね。すっきりとしているんですけど、甘さがなくて飲みやすい、そんなコーヒーです。苦味が程よくてちょっとあってなるような感じではなかったです。なのでちょっと飲みたい時なんかにいいですね。ただ甘味とかに合わせるとなるともうちょっと苦い方がいいかもしれません。なので本当にコーヒーだけを味わいたいという時にいいですと思います。でこちらのアメリカのエスプレッソはエスプレッソラテなんですけど、そこまで甘ったるさはなかったですね。ミルクが程よい感じで入っていて、ほんのりとした甘さを出していて、その味ちょっと苦みもあって程よいバランスをうまく保っているような、そんな感じでした。というわけでこれらはもうどちらも同じくこちらの点数とさせていただきます。優劣はつかないんですよね。ただちょっともより美味しいコーヒーもあるかなっていうことでこちらの点数としました。それ風花に火を灯すなり人ばかり、人が集まってきて風花に火を灯す、なんか怖いですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終了。